はい、田中90です。今回はですね、今巷で話題になってるチャット GPT ってのがあるんですよ。小説書けたり、裁判の判決文書いたりできるぐらい有能なアプリなんですけど、でここでなんか COD モバイルの最強武器をね、聞けるらしいんですよね。これ聞くしかないでしょ。裁判の判決文にも使えるんだぜ。そんな余裕で答えてくれますよ。これで回出たね。教えてくれてる。最強武器はプレイスタイルやマップによって異なりますが、言うほど異なるか？ HMG! 嘘でしょ嘘でしょ HMG30! 待って !CBR4! あれ ?CBR4 来なくね？待ってくれ。え？救急ない？エアプレイかこいつ。あー、ガチプレイ出た。DL933。ただしこれらの武器は必ずしも最強であるわけではありません。自分に合った武器を使いこなすことは重要であり、熟練度や戦略によっては他の武器を選ぶことも良いでしょう。こいつくだらねえな、なんか答え方がなんか予防線張りまくってるわ。じゃあ COD モバイルの最強武器のカスタム、これだったらもっと正確なこと言い出すんじゃないか。さすがに複数のクラスやタイプの武器がありますが、最強の武器やカスタムはプレイによって、こいつ、同じことしか言わねえ。ボットか？ボットだったわ。お、どんだけ SMG 押すんだ。やべ、こいつ SMG 好きすぎる。こいつ嘘でしょ。こいつ SMG 好きすぎる。じゃ、SMG のカスタマイズ聞くか。そこまで SMG 押すんだったらね、答えてくれよ。教えてくれるぞ、カスタマイズ。例えば、アサルトライフとして遠距離損する場合は、4枚スコットのロングバレルを装着するといい。え？嘘でしょ？エアプレイか、こいつ。これさ、ソース元どっから取ってんのかなと思うんだけどさ、この見た結果何もわからないことが判明したわ。おっちゃんのいい笑顔だけわかりました。アクティブユーザー1億人らしい。1億人から学習した結果 ASMG ってことですか。ということで AI さんは CBR4 じゃなくて ASMG が最強らしいんで、このゲームで使ってっか。で、おすすめのカスタマイズはマガジン容量を増やして反動を減らすアタッチメント使うといいらしいです。で、4倍スコープとロングバレルをつけるといいって書いてるのでこんなカスタマイズにしました。まあ反動を減らしつつ、まあ、AI の指定通り4倍をつけると。まあでも AI が最強って言ってんだからこれが最強だろうな。これ回 OK？ え？クソ弱い。待って、これ、いやマジで勝てねえんだけど。これ AI、嘘ついたか。AI マジで嘘ついてると思う、これ。え、すごい。あ、すげえ、AI が教えてくれた武器1個も出てきてねえ。普通に負けたんだけど。ま、AI さ、待って、AI ってもしかしてさ、学習、もしかしてあれ、コットモバイル A アップが教えたか、余計なこと。そのせいであれなきゃ、キロとか出てきてない時のデータ読み取った、もしかして。OK、あ、でも今のは強い。確かに、本当に一瞬で殺され斜めてると。で、その後も殺され続けた結果、これボロ負けじゃねえか、このチーム。誰のせいだよ。俺のせいだったわ。すいません。くっそ弱すぎてもう何も言えなくなっちゃったよ。もう陰キャレーザーマジで削除してくれ、次パッチで。ということで、カスタムの解釈を行います。人間は文章を解釈することによって新たな意味を作ることが得意な生物です。で、こんな感じのカスタマイズに改造しました。まあ、ストックなしをつけたのと、弾薬を40から33に変えました。エイム時間が遅すぎてまともに戦えなかったんでね。これならいけるっしょ。人間と AI 合体した知恵によって敵をうがつ。すいません、1キルもできません。もう勝てねえ。これまともに打ち合いしちゃダメだ。サプレッサーつけるしかねえよな。まともに打ち合いねえもん。で、サプレッサーつけました。これならいけるはず。いやー、ガチンコ打ち合いマップか。すごい、お互い芋すぎて1分間適当、お互い当たんなかったぞ。あー、これお互い芋のパターンですね。逃げろ。オッケー。いや、1人、アグレッシブ小僧もいたか。あ、待って。オッケー。なんで一発当たんねえのっす。うわー。うわぁ、打ち合い拒否勢だ。説明しよう。打ち合い拒否とは、打ち合いしない民族のことである。武器が強くねえかのさんだ。オッケー？この距離こちら目。まともに狙って当たんない。これ4倍サイト、エネミーサイトか。俺も打ち合い拒否するわ。ちょっと武器が、ぽい。いいグレネードじゃない？グレネードじゃない？これ。決め打ちすれば？
決め打ちすれば当たる。いやいや、こういうことが決め打ちしろってことか。何も書いてなかったけど。これ味方言ってほしいわ。頼む。UAV オンライン。UAV オンライン。この UAV 動かねえな。頼む。UAV 行け。UAV 行ってくれ。これ走って行かねえかな。こいつおこぼれに抱こうとしてんな。絶対行かねえ。気づくか、それ。OK？ 悲しくなってくるわ、この武器使ってると。これ、いかに CBR4 強いか分かんない、この武器。OK？ 決め打ちして、これか、AI の強み。これまだいるよ。やっぱいるね。いるね。腰ダメ、この距離は当たるよ。どうせ、そこから来ると思ってんだろう。OK？ 一旦引くわ。OK？ これ AI じゃない？これ。これ AI の言ってた中遠距離来たんじゃない？これ。すげえ、最強武器と聞いていたが、凄まじく繊細な武器だ、これ。うわぁ、イモーズがいる。行ってこ、いける。やべ、ここやばい。ここ5人もやばい。オッケー？ここいけるっしょ。この立ち回り。すげえ、最強武器の立ち回りとは思えねえ。クソ弱え武器の立ち回りしてる。やばい！オッケー？普通に負けんの、これ。まいっ。いやぁ、つえ、なんでこっち見てんの？あそこに4人いるって、あそこに4人いる。人間希少すぎるな。人間の戦場が希少すぎる説あるな。なんでこれバレてんの？え、これおかしくね？相手はオープンチャット使ってんだろ。オープンチャット使ったらこんな強くねえか。ここ何人いるだろう。これなんで撃たれんだ？部屋居住民か。これ部屋居住民の可能性高えな。人間さん、人間さん、まともな人間さんもいるな。オッケー。人間さん建物が出てこねえときあるから。オッケー、オッケー、オッケー。え、その武器強くね？この武器クソ強え。うわ、人間さん、人間さん希少い。これ AI がやってる戦場と俺たちがやってる戦場が違う戦場説が出てきたな、にわかに。うわー、人間さんすげえ。オッケー。人間さん人間さんすげえ。もう絶対に撃ち合いはしないっていう確固たる意志が見えるね。オッケー。これやって、だってこれで、オッケー。これやれない？やれない？オッケーやっての、待って、やばい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 、助けて。オッケー、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 来たんじゃねえか。 AI が想定した戦場来たんじゃねえか。確かにこっち側だと脇的に今の今中遠距離じゃねえか。 AI が得意と言った中遠距離。オッケー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 。これ AI が想定した戦場になってんじゃない。さっきからさっきまでは建物の中に5人いるっていうな。ちょっとオッケー、やっぱ人、おーちょっとそれキル泥棒だぜ。俺と AI のこれ普通に負けんのかよ。え、どんだけ AK117 に弱えんだよ、この武器。こんだけ、どんだけ弱。泣けてくるわ、これ。泣けてくる、これ。ちょっと待って、俺、ごめん。ちょっと人間の立ち回りしていいか、これ。わー、人間、出た出た、人間さんの秘密兵器だ。人間さんの秘密兵器。AI はああいうせこい武器使わねえからな。俺も乗るか、上。陰キャ3人衆だぜ。これは AI 君は想定してるかな、この立ち回り。これが想定でき、でき、おいおい、これが想定で、待って、どんだけキル泥棒すんの、君ら。おいでよ、キル泥棒の森か。俺なんてキル泥棒一回もしたことないけどね。やばい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 、お互い、AI はああいう打ち合い想定してないかな。オッケー、すべてアナイレート粉砕するぜ。オッケー、なぜこれダメージ食らった？どこで持ってんだ？人、いやぁ、穴行って当たるときは当たるけど当たんねえときは当たんねえよな。うわぁ。やっぱこれ分かったわ。人間がダメだね。人間すぐさ、イモるじゃん。建物の中入ったりとかさ、強ポジ待ったり。多分 AI 違うんだわ。AI の最強と人間の戦場が、人間が気持ち悪い生命体すぎるんだな。やっぱ人間って絶滅すべきだね。ということで、皆さんどうでしょうか？人間は絶滅すべきだと思いませんか？お疲れ様でした。ちなみにスコアは1。キルレは見せません。プレイヤーがキルレを見せない理由いくつかあります。プレッシャーを感じる。自分が優れたプレイヤーであることを示すことになります。しかしそれによってプレッシャーを感じてしまう人もいます。チームプレイに重きを、なるほど、チームプレイに重きを置いてるからな。非競技的なプレイヤーバカにしてんじゃねえ。ということで最後 AI の正論で心が壊れたので終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。おつ、これね、内容はともかくとしてね、文章すげえちゃんとできてんだよね。一番そこがすごいと思うわ。改めて振り返るとね、普通に日本語としてわかるからね、全部。